ハロー皆さん、マステクのアットギです。はい、勝利が確定した一節の人です。はい、負けました。まあ残ってるしね、やるだけやろ。まあ、いや、ちゃんとやります。あ、間違えた間違えた、あまりに現実逃避したかったからリーグの方行っちゃった。おいよ、帰ってこい帰ってこい。はい、ということで今日はね TOD の、攻略動画を、ファイトロード攻略動画を上げていきたいと思います。スピーディーな感じするね。なんかすごいスピード感あるね。デュラハンのスピード感やばいね。やばいね。あいつ一人のおかげでまるで全体が動いてるように見える、ね、動いてないんだけどね。誰一人としてだよね。はい、じゃあスタートしますか。はい、始めましょうか。1スタート。はい、ちょっと今フライング仕掛けた。あ、動画撮り忘れた。まあいいか。今撮ればいい。あ、じゃあ今撮るわ。はい、撮影。もう相手、なんか、翡翠やたら相手になるんだけど、気のせいか。もう、スタンドバックじゃねえんだぞ、翡翠は。だって、もう、負けは決定したけど、負けたくはないぞ。あ、これは、これは簡単ですわ。やらかしましたわ。え、なんで？やらかした。え、マジで？え、なんで？え、そんな言い方したら俺やらかしたかもしれんよ。じゃあ奥置いちゃった。え、奥置いちゃった。奥置いちゃった。それはダメですわ。なんかテーマですね、初手でやらかすの。奥置いちゃったじゃないですよ。奥置いちゃった。奥置いちゃうのはダメですわ、それは。それはちょっとダメですね、それは。ですよね。いやー、ね、なんでしょうね、この初手絶対ミスるマンは。このままミスり続けてくれたらいいんだけどね。そんな都合のいいことは起きない。ね、ちょっと笑っちゃいましたけど、今。これ笑うんだって。自分でやっといて、だいぶひどいことやっちゃったんだけど。俺最初だって、考えてること絶対同じはずなのに、あ、やべ、やらかしちゃってたから、あれ、あ、じゃあ俺あかんやんって思って。え、なんでなんでなんで考えたら。話聞いてみると。話聞いてみると。じゃあそれはダメです。それはダメです。これはダメです。すっごい迷いない手順で奥置いちゃってからに。いやー。それはダメだよ、君。これはダメだね。パペットね、強いんですけどね。でも最近、長靴履いた猫みたいなやつ増えて、パペットあんま使わなくなりましたね。これは、瞬間打点はパペットの方がでかいんですけどね。でも置き方は結構限られるんで、やりづらいっちゃやりづらい。これどっちでもいいってこと？さてと、まあ、いつものように出遅れた俺ですが、だって俺これ分かんない。ほう、早速か。いや、携帯が落ちてきた。え、2問目にて分からないという言葉が出るとはなかなか早いですな。あ、やばい、はい、はい。いや、ほう、分かったらしい。あのね、バカみたいな見落としした。バカみたいな見落とし。ああ、めちゃくちゃ簡単じゃん。え、今どこ？ 2 番。2番、うん、え、お前も2番だったよな。2番だよ。おう、あの右にいるやつが暗すぎて見えなかった。かわいそすぎる。右にいるやつがあまりに背景に同化してたから発見できなかった。ひってぇ。はい、2問目クリア。はい、クリアしました。あ、いや、もう早速リードがほとんど消えてるぞ、お前大丈夫か。大丈夫じゃない、精神的に。大丈夫じゃない。だいぶ、ね、やられてます、ね。やられたわ。まあ、難しい問題でもね、やるならもう一気にいっぱい難しい問題出して、ちょっと二人で考えたいですけど、また FB がよくわかんないやつ来たぞ。ほうほうほう。誰だお前。ああなた、あなたけど。ああ。おお。は？即死する。やらかしたら即死するね、これ。
ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ、これ。いや、俺のセリフだわ、これ。うん、いやいや、勝てるけど。なるほど。おー、これ。これ、ホーリーですね。これ、すごい面白い勝ち方しますね。待って、俺、答えわかんねえ。答えわからない。ああ、じゃあ、後で解説しますね。はい、これはすごく面白いです。先に言っておきます。3本目ですよね。あのケーキ姫の大群ですよね。あってた、あってた、あってた、あってた。よかった、はい、よかった、よかった。俺、なんでか知んないけどね、どうあがいてもケーキ姫を倒す計算に行っちゃって、普通にあったわ、倒さないとこ。ありましたね、ちゃんと。はい、クリア。やばい、ちょっと考えるのに時間食っちゃった。やばい、もうこれリード完全になくなってよ、これ。いやー、楽しいですね、TOD。相手が TOD となると本当に手足が出なかったけど今で、あのドラゴンはね、さっき一回やったからちょっと経験がありますからね。そう、うん、あのドラゴンを使うっていうのはよく分かったよ、とりあえず。あの使いのところでめっちゃあいつにバカにされたからな。ダブルだと思った違う。あー、あれは面白かった。ほほほほ、あー、なるほど、そういうパターン。じゃあこうですね、はい、ああ、なるほど。一見同じように見せかけてってやつですね、うん、今のところお互い安定って感じですね。安定だけどちょっと早いんじゃない、そっちが。あ、バレた。今んとこ安定つったけど、俺最初ミスったけどな。一番最初ミスったけどな、うん、なんででしょうね。あっさも当然のように一番最初しくっていくという。はい、次5番目、難易度は3つ、黒星3つ。5番目俺じゃ、まあ早いよ。ここ早いね。なぜだ、 JP でつまずきすぎただけか。いや、まあまあ、どうしたんでしょうね、君は。また翡翠か。だからサンドバッグじゃないんだぜ。おう。あ、なるほど。あー、いや、なるほどなんだけど。誰かいたの？これはですな。これはどうやるんだろう。どっちか、です、うん、36。ああ、え、これじゃんて。4、8。4で、うん、足りないね。ってことは、やっぱこっちでも、ね、使うなら。ことか。久しぶりにイシスの使徒に思考回路で勝ったかもしれない。くそ。あー、普通にこいつが死ぬということを全然頭の中に出てこなかった。俺も出てこなかった。やらかしたわ。置いてから気づいた。HP 消えるの教えてくれるから。おい、あんまりちょっと自慢できないやつじゃねえかそれ。だってつながる場所あそこしかないもん、ぶっちゃけ。いや、だから俺クマさんかなと思ったんじゃないよ、うん、クマさん論はなかった絶対。だってつながんねえしクマさん。いや、クマさんで殴ってその後につなげながら殴るとかそういうパターンかなと思って、でよくよく見たら、うん、そんなことはなかったと、うん、またリード取られたね。全然トイモン使ってよかったし個人的に。うん、なんかトイモン使えないときって HP ギリギリに設定してくれそうだし。そうそうそう。使った瞬間死ぬっていう。さて、また翡翠ですね。サンドバッグじゃないと何度言えばいいんでしょう。ほう。これ難易度高くね。ほう。あ、全然そんなことないわ。ごめん。全然でかい。全然そんなことなかった。何に頭使ったんだ、これ今。
何に頭使ったんでしょうね。この序盤戦、手始めにどう配置する？はい、奥底間違いだはい、奥底間違いだ。いいことを教えてあげる、俺も。いやね、超自信気にね、あ、何この、あ、この何考えてたし俺って思いながら、思いっきり敵の画面前に一馬さんポチッ。あれで、あの、左に置こうとして気づくんだろう。あ、攻撃力上がんねえって。攻撃力上がんない。つながればそれでいいかなってなぜか思い込んじゃって。俺もつながれば大丈夫でしょ。ダメだこりゃ。ネタにしかなら、ネタにはなってるからいいか。だいぶおまぬけさんですな、二人ともな。本当な。よくこんなんでワールドリーグいけるよな。俺はワールドリーガーじゃないから。俺ワールドリーガーのおんぶに抱っこで、ワールドリーガータッグの方になってるだけだから。はい、終わり。なんとかワンちゃん気づくの早かったか、俺の方かな。そうだね、ちょっとだけそっちが。てかさっきの、俺がちょっと早かったから、さっきのやつで少し抜かれてたからね。逆に俺がミスんなかったらまだ差が広がってたのに、残念。はい、その7。いや、その6はお前でやらかされてた。その6は簡単でしたね、今回。今回よかった。前回のその6は、本当に。なかなかの鬼畜な難易度してましたね。あれは、あのテクターは誘いますね。うお、これは、また、なんだっけ、お前。あ、わかった、大体。あは、はい、これ簡単ですね。お前、手札見んの早くね、やっぱ。まあ、あの、あ、多分、パッと見で頭の回転速度が違うんでしょう。いや、まあまあ、私、あれですから。ちょっと頭いいですから。めっちゃね、FB 連打してる。はいはいはい、こんなもんですかね。お、早い。早いね。FB は等に終わって、今はマスキンの2回目のダメージ計算中ですね。お、早い。ああ、で、今、ジュラハが殴りますわ。はい、終了。やべ、画面がフリーズした。頑張りたまえ。さて次行こうかな。いやー、睨んでやった。はい、その8、全部1ターンで敵リーダー倒せなんですよね。なんか他にあっても面白いかもしれないですね、うん、1ターンで敵モンスターを全滅させろとか。あの1ターンで同点にしろとかあったら面白いか、俺。あ、同点もあり、面白いかもしれない。1ターンでドローにせよ。てか、あの18枚が入れてほしかったらあれなんだよ、あの特殊勝利条件のやつ。ああ。そうそうそう。稲荷様の。そうそうそう。稲荷様のあれ、ちょっとやってほしかったな。見たかったね、普通に演出どうなるのか。そう。見たことある？言うて。俺？うん。ね、ない。ないよね。ないです。あー、なるほど。オッケー、ちょっと悩んだけど。うまいね、これ。さて、あっときくんはどうかな？多分わかった。おー、これじゃなかったでしょ。多分大丈夫だと思うよ。これで500、200 OK 足りた。だよね。 OKOKOK。 最初ちょっとね、ジラハンと思ったけど、一瞬ジャックって思いついた後もちょっと置く場所ちょっと悩むね。そう、悩む。ジャック結構思いついたけど置く場所悩んだね。ああ、ジラハンジャックって見たし、最初ジラハンと思ってジャックにすぐ切り替えたんだけど置く場所に悩んだ、うん。これでも次あと200ダメージどうするんだろうって。ふうよ、はいはいはい。いや、待って、まだまだまだチャンスあるな、今の方が。まだまだある。だから俺がミスってお前がミスらなければ勝ち。そうそうそう、
果たしてそんなことがあり得るのかどうかは知らんが。さっきまでのお前はそれだった。気になる方は他の動画ちょっと見てみてください。ほう。なるほど。負けたくはない。誰だよ、お前の FB。ああ、あれか。2体対象か。どうすりゃいいんだ、これ。はあ。ミスった。こう。あ、でもワンチャンあんのか。これやってみようか。こっち。はい、あー、これ多分あれだわ。なるほどね。ワンチャンなんてやらせないと。なるほど。これはちょっと、今のメッセージは伝わったわ。さすがに難易度、黒星4、白星1は、ちょっと考えさせるか。でも俺ミスったぜ、あの時。どうだい？それは、うん、分かったんだけど。俺どうすればいいか全然わかんない、これ。ああ、そうか。残念だよ。真面目に考えてるわ。じゃあ、君の勝利はもうないと思え。さすがに、一回しくれば答えはわかる。さすがにこんな FB の使い方するやつはそうそういねえからな。あ、わかった。こいつ、あれか。なるほどな、ああ。え、ってか、え、無理じゃねえの道。なんで？無理じゃねえこれ。なんで？はい、クリア。さあ、あっときが何になんでと言ってるのな、できないと言ってるのかは、ちょっと僕にはわからない。おお、最高難易度か。最後は黒星5つ。ほうほう、最後にふさわしい戦いというか。おお、マスキンリーダーは珍しいな。俺使ったことにはマスキンリーダースキルなんだか知らねえわ。俺もねえわ。どうしよう。これちょっと待って、これあーあ、分かった。はあ、はあ、いや、わかんねえよ。え、そんなに早くわかりやんしねえよ。これ、敵のあれがすごいことになってるだけだよ。あ、なんだ。え、これ、問い合んの？あれは、いいとして。で、そしたら、で、うん。うわ、このタイミングで Wi-Fi 切れた。マジか。うん。諦めるな。少年。いや、Wi-Fi 繋がんねえから。Wi-Fi 繋がんねえから。諦めんのじゃなくて、繋がんねえから、諦め。うん。うん。どうやるべきか。あは？いや、ん？こうして、こうか？そしたら。うわ、長いやつや、これ。やめてえな、長いね。こうか。いや、これは違う、絶対違う、100% ない。これも違う。こうか。でもこれしたらその次どうするんだ。考えよう、考えるんだ、俺で。違う。間違いない、これは使うはず。どうなると。そういうことか。そういうことなのか。あ、ダメじゃんこれ。そういうことか。どうやんだあれ。あ、繋がりました。いや、繋がんないけど。え、今何に対してどうなってんの俺って言って。いや、9番でだから普通に。ん、待って、
あ、溶けてないってことか。溶けてない。キューバどれだっけ。あー、え、足りなくない？あ、違う気がしてきた。え、あれじゃなくね、足りねえじゃん。あ、違うな、俺多分。あー、1200じゃ足りねえじゃん。あ、足りねえじゃん。え、なんでさっきダメだったんだ。じゃあたまたまうまくいっただけとはいえ。あルーシーに座れてたわ。タン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 、やらかしたぜ。あー、そっちも大変そうだね。いや、今答え分かった。今答え分かったけど。これ考えたやつ。いや、でもジャスティスリーグのその6の方がきつかった気がする。はい、よいしょ。一応なんとか終わったけど、キューバ。まあ多分勝負は俺が取った、うん、はず。多分このまま問題なければ終わる。さて、一番難易度高いの何？何があんの？目の前に。場面見た瞬間、おお？なるよ。何？ HP100 しかねえのに、キキ姫で生まれてるとか言うの？いや、じゃあ、逆。HP3000 もあんのに、敵キャラ一体もいないの？敵キャラはタラ服あるけど、HP は3000近くある。はあ、いや、もうこれ何をさせたいのか大体察するよね、これは。うん、何をさせたいのか大体わかるよね、これ。ターン。はい、ターン。はい、ターン。じゃあ、アト君の答えは出るかい？あれ？これ繋がってる？繋がってる。ああ、よかったよかった。ああ。でもさ、これはい、こちら無事終了いたしました。はい、皆さんのご協力で応援ありがとうございました。1100足りねえかな。ふぅ、いやー、面白かったですね、普通に。はい、多分ルール的にこれだよ。じゃあ僕の方の録画はこれで終了させてと、あとあっとき君の状況を見たいけどね。一旦これでやるか。いや、どうせ負けだし、のんびりやろう。そうですね、のんびりいきましょうか。あの、こう振り返ると18番街で負けたのがすごい悔しいです。ベラボーに悔しいです。なんでお得意の お箱ブランドだけ負けとんねんって。うわ、これはダメだもんで、なんかそれっぽい気がするけど、全然足りないわな、これじゃ。まあヒントつうか、あのドラゴンは全員殺さないとダメです。あ、そう、全然難しいこと要求されちゃう。はいはい、ドラゴン転向してください。それだけで1500だからね。はい。とりあえず今ヒントレベル1ね。あの、次はあの無理って感じになったらもう1段階ヒントあります。え、ドラゴン全部倒さなきゃいけないのに、かぐや姫倒しちゃダメなんでしょ。まあ、うん、そう、ヒントレベル2にしようと思ってたんだけど、そうだよ、倒しちゃダメ、あれ。そうそう、あれもダメージから1500で200、2つだから1900、あとどんくらい足りねえんだ。 1000足りねえのか、あと1000出せればいいのか。そういうことですね。1000、まあすごい綺麗に計算されてるとは思う。ああ、プレイヤー諸君、準備はいいか。ちゃんとぴったしですからね。さあ、どこで切り札を投入するか。
あいつら全部倒しつうの。どうですか、思いつきそうですか。いや無理っす。じゃあ初手は誰も壊しません。初手は誰も晴れぼて誰も壊さないです。まさかすぎじゃね、その答え。まさかすぎじゃね。まさかすぎじゃね。え、これが答えな。マジでこれで倒せんの本当に。え、待って、まさかすぎるだろこれ。いやマジっすよ。ちょっと待って、とりあえずお前そのヒントだけで俺動くぞ。いいな、お前責任持たねえぞこれ。おいいよ、これで動いて、マジでこれで全部倒せるとか。ほざくの。ねえ待って、お前何しようとしてるんだ。不安になってきたぞ。口で言え、口で言ってくれ。これじゃないの。え、屍の火ね、真ん中置いてお化け真ん中に出して、あのゴーレムするんじゃないの。はいはい、そうです。これで倒せんのか。はい、そうそうだよ。本当だ、1900になった。相手は死ぬ。マジか。いや、よくできてる、よくできてると思ったね、あれは。ああ、でもなんか最高難易度、やっぱその6かな。JP だな。やっぱ JP その6かな。そう思ってしまうよね。でも楽しかったですね、これ、うん。ちょっと考えてくださった運営の方々が本当にありがとうございます、これは。続く新しいやつもなんか続々出るそうなので、期待して待っておりますと。またリアルタイムアタックしていかないとダメなのか。普通に2人で一緒に考えてでもいいんだよ。そんな難易度高いやつ出る言うて。出してほしいですね。はい、やっぱそっちの方が楽しいんでね。はい、うん。じゃあ今回の動画ここまでになります。はい。今日も、ありがとうございました。ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。次バイバイ。何やろ。はい、皆さん今日も動画見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。僕たちマステクの動画楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント等よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。